AI 技術の急速な発展、こちらに懸念を示して、アメリカの有名企業家イーロン・マスクさん、そしてアプリ創業者のスティーブ・ウォズニアックさんなどがですね、共同声明を出してですね、署名をしてですね、この AI 業界の今のこう無機動な拡大、開発、進化、こちらに対して懸念を表明して、6ヶ月間現状を維持してですね、安全性とかそういったものに関して十分 検討すべきだと。 いう所感をね、そういったオープン a i とかそういったところに送ったというようなですね、ニュースが流れてきましたけれども、まあこれに対してですね、オープン a i なんかはですね、いや我々はね、十分6ヶ月以上のですね、検討期間を置いて、安全性への懸念とか、そういったガイドラインとかそういったものを十分検討して、チャット GPT などをですね、リリースしたんだというふうに反論をして、その動きを牽制しているというような状況にありますが、まあこれはどういうことかと言いますと、僕はおそらく ですけれどもまあ、単純に出遅れたんでその間待ってくれとえそれを各国政府とかですねそういったところにも含めて規制すべきだ規制すべきだってことを言ってる間に自分たちも追いつこうということなんじゃないかという風に推測します どっちにしろ、真相学習、ディープラーニングですね。これが技、e、術のベースにあるわけですけれども、えー、それがどんなメカニズムで、えー、こういったアウトプットを出してるのかってよくわかってないわけですよね。内部が完全にブラックボックスである。これでも人間の知能も当然同じですよね。人間の頭の中全然理解進んでないわけですよね。とりあえずこういうふうなことを言ったらこういうふうな反応が返ってくるとかですね。脳科学の分野、あるいは心理学、そういった解剖学だったり、こういった知識を総動員しても人間の脳すら解明され 先日脳の大統一理論「エネルギーとは何か」みたいな本をです、ね、読ませていただいたんですけれども。一つの まあ、メカニズムによってですね、脳機能のほとんどがですね、説明できるんじゃないかという本なんですけれども、非常に示唆深かったし、ディープラーニング等のですね、技術との、えー、共通点というものもたくさんあってですね、えー、昨今の AI の進化にかなり参考になる本だったんですけれども、まあ、わからない部分はいっぱいある。わからないからといって、えー、規制していいものかどうか、みたいなところもあると。これ 実際に、オープン AI みたいにですね、表で大規模にやってる会社もございますけれども、その仕組み自体というのはですね、えーまあ、誰でも頑張れば開発できる。うもちろん、大規模言語モデルを作るためのですね、まあ、学習なんかにですね、本当スーパーコンピューターみたいなものを使ってもですね、何週間もかかるなんていうね、コンピューティングリソースが非常に必要な、あると。まあ、今回もですね、オープン AI のシステムは、マイクロソフトアジュール、 の、まあ、クラウドのチームがですね、NVIDIA とかの,のチップをですね、GPU とかをですね、1万個とかね、使って、えー、特殊なコンピューター作,作って学習をさせてるなんて話もありましたけれども、まあ、大規模な資本が必要になってくるわけですけれども、例えばですけど、暗号通貨を使ってダークウェブで、えー、お金を集めて、そういったものを作って、ダークな、ダーク AI みたいなものをもうすでに作られてると思うんですよね。 なので、まあそういったことを言ったら地下に潜るだけで、地下に潜って、そういう邪悪なものがですね、邪悪 AI みたいなものができるかもしれないですよね。なので、表に出てる会社とか団体に対してそんなことを言っても意味はないんだろうなと。勝手にそれは、えー、進化していくんで、そういったものに対抗する意味でもですね、まあホワイトハッカー的にですね、えー、対抗する AI っていうものをどんどん進化させていかないと、ダークな奴らが裏でそれを上回るような、例えば武器の作り方とか、 確実あルどうやって作ったらいいのとか、自動ポルノをバンバン生成する AI とかですね、もう多分作ってるやつはいると思うんですよね。絶対いると思います。なので、例えば OpenAI で ChatGPT 等のその表で使われてる AI では規制されてるような機能もですね、完全に解放されたダークなこともできる AI なんていくらでも作られると思いますので、規制の方法ちょっと違うのかなっていうふうには思います。既存の犯罪規制と同じような枠組みでやるしかなくて、6ヶ月間表の会社がですね、開発 やめるとか進化をやめるっていうのは単純にイーロンマスクさん含めてですねちょっと出遅れちゃった元々ねあのイーロンマスクさんがファウンダー,ーというかまあ提唱して作られたみたいな歴史もあるわけですけれどもまああの今はですねマイクロソフトの傘下になっているということでそこにまあ経済的に脅威を感じた人たちが綺麗とを言いながら牽制をしているというのが現状なんじゃないでしょうかと思いましたということでよろしく